はい、それでは本日の文献紹介をしたいと思います。今日紹介する、論文は、パーバッシブアテンション、2D コンボリューショナルニューラルネットワークスフォアシークエンス2シークエンスプレディクションということで、こちらの、コヌル2018に再録された、論文について紹介していきたいと思います。はい、まず概要になります。現代用いられている、ニューラルマシントランスレーションで使われている、技術は、一般的にエンコーダーデコーダーと呼ばれるものになっています。これは、入力の文章に対して、LSTM などの、RNN などを用いて、エンコードして、それをもう一つの、デコーダーで使われているあの RNN で、デコードして文章を生成するっていうモデルになっているんですけど、本論文では、その従来のエンコーダーデコーダーモデルに対して、畳み込みニューラルネットワークを用いて、翻訳をする手法っていうものを提案しています。で、結果として翻訳タスクにおいて、ステートオブジアートを達成したっていうような形になっています。はい導入です。先ほど言ったように、現状の翻訳システムのほとんどはエンコーダーデコーダーモデルによって構築されております。入力を RNN でエンコードして、エンコードした潜在表現を、デコーダーによってデコードして文章を生成するっていうようなモデルになっています。で、そこに対して、最近の翻訳では、さらにアテンション機構というものが、ついていますと。皆さんご存知だとは思いますけど、デコーダーが、元の文章の、特定の部分に着目できるようにした機構が、このアテンションモデルで、翻訳の性能を、向上させるのに一役買っています。はい。しかしながら、本論文では、導入の部分で、アテンションでは、エンコードされたすでにエンコードされた表現を、重み付きによって足し合わせるだけなので、状況に応じてもう一回エンコードして必要な情報を引っ張ってきたりっていうようなことが、不可能っていうようなことになっていますと。で、そこで、筆者らは、コンボリューショナルニューラルネットワークを用いた翻訳っていうものを提案しています。この翻訳の、利点といたしまして、まずコンボリューショナルニューラルネットワークは、単純なその畳み込みニューラルネットワークになるので、まず計算が早いというものが、利点として挙げられますと。で、さらに、各畳み込み層においてその、この後説明するんですけど、自己回帰のように計算をしているため、アテンションを毎回毎回計算するような形のモデルになっているというのが、特徴になっています。はい。で、手法になります。畳み込みの、モデルの構築として、いくつかその画像処理で用いられている、レスネットのようなものとかが、いろいろあるんですけども、今回の論文ではその畳み込みの手法としてデンスネットと呼ばれるものを使用しています。詳しい説明は、省略するので、各自で調べてほしいんですけど、画像分類のタスクにおいてステートオブジアートを達成したモデルになっていますと。インプットに対して、まず畳み込みを行ったものがこう全ての層に入って密なつながりになっているので、デンスネットと呼ばれているようです。はい。で、ここからがどうやって翻訳するかっていうことを、説明していく手法の部分に入っていくのですけど、基本的には自己回帰のような形になっています。まず入力は、原文と参照文が、並べて入力されるような形になっています。ちょっとこの図だと 2D なので理解が難しいかなと思うんですけど、基本的には、こっち側に、すいません、横方向に、ターゲットのシークエンスで、縦方向にソースのシークエンス、文ですねが並べてあって、で、奥方向、これ、上から見た図なんであれなんですけど、奥方向に、その、埋め込み表現エンベリングですね、エンベリングが並んでいるっていうような形になっていますと。これらに対して、2D 二次元のコンボリューションをかけるので、2D、論文中に、2D 論文、すみません、論文のタイトルに、2D っていうふうに入っていたような形になっていますと。で、まずその入力は、このようなものになっていて、で、
まず一番最初、ソースのシークエンスが、入力になっていて、でターゲットとして、一番最初ですね、一番最初スタートっていうものが入力されますと、ビギンセンテンスと同じですね。でその場合は、ここでちょっと灰色になっているのがマスクって呼ばれる部分になるんですけど、その場合は、このアリスからこっち側すべてが、マスクされるような形で、その予測する先のセンテンスを、入力しないように、ここをマスクしてあげますと。でマスクしてあげたものに対して、デンスネットデンスネットっていう形で、層を積み重ねていって、で、最後ソフトマックス層で、出力する単語を予測してあげますと。でそしたら今度はアリスっていう、単語が出てくるので、今度はアリスっていうものを入力して、ここからここまでをこうマスクして、予測してあげるっていうのを繰り返して、翻訳を行うような形になっています。はい。で基本的にそうすると、その例えばその対象単語、ここまでは入力として入ってきていて、じゃあ次ザットっていう単語を予測させたいっていう場合に、層が、こういう形になっているものの、どこに着目するかっていうのを、プーリングっていう形で、計算をしてあげるようなモデルになっています。今回は、マックスプーリングのような形の手法をとっているので、この場合であれば、この層の中でどれが一番、数字が高いんだっていうのを、この奥行きの、エンベディングがあるんですけど、潜在表現があるんですけど、その潜在表現の中から最も高い値を、持ってきてあげるような処理ですね。でもその持ってきた、層に対して、単純にもうソフトマックスをかけて単語を予測させるようなモデルになっていますと。はい。ちょっと説明難しくてわからないかもしれないんですけど、すいません。で、さらに、そこに対して、先ほどのはその、マックスプーリングのような形でプーリングしているんですけど、そこに、さらにセルフアテンションという形で、そのここで出てきている、H プールの、代わりもしくは、つなぎ合わせで使うことで、性能が向上させられるということで、筆者らはセルフアテンションの機構についても同様に実装して、実装して、実験を行っています。基本的にはその普通 の, アテンション機構に似たような形で、ソフトマックス法でどこに重みを注視するかみたいなのを決めて、で、それを掛け合わせたものを、先ほどのこの H プールの代わりに、H アテンションの HATT という形になっているんですけど、を使ってあげるというようなものになっています。はい。ここまでの、モデルについて、実験を行っています。まずデータセットは、IWSLT と呼ばれるもので、ドイツ語から英語、英語からドイツ語も同様に含まれるのですけど、というものを行っていますと。で、そのモデルのパラメーターとして、事前の実験において最適なパラメーターを筆者らは検索して、それを、実験で用いていますと。基本的にそのレイヤータイルが24であったりとか、デンスネットの、グロースレートと呼ばれるパラメーターがあるんですけど、それが32であったりとか、入力と出力のエンベディング層の、大きさは128というようなものになっています。はい。でこちらが結果になっています。数字一番下がその提案モデルなんですけど、提案したモデルが、ブルー、33.81 ということで、最も高い精度を記録しているということが分かります。でまた、パラメータ数が、この列に書いてあるんですけど、パラメータ数を見ると、その既存のステートオブジアートのモデルに近い、数字を持つこのトランスフォーマーっていう呼ばれるモデルに比べて、59メガっていうパラメータをこちらでは持っているんですけど、この今回提案した手法では、7メガのパラメータを持っているということで、非常に圧縮されているっていうことが、分かります。でまた、コンボリューショナルネットワークをニューラルネットワークを用いたことによって、計算の速度が向上していて、そう他のモデルに対して、高い数字を記録して、トランスフォーマー一番速いモデルと、肉薄するような速さを、記録しているっていうことが分かります。はい。で
すいません、こちらの図が、アテンションが、どういうところに注視しているのかっていうのを、表示してみたものになるんですけど、筆者は論文中で、例えばこのこっちの文章は、そのマックスプリングによって出力したものになるんですけど、すいません、I've been working っていう、文章を、出力しているときに、通常のそのアテンションだと、このアルベイテかなっていうところに、注視しているっていうことが分かるんですけども、そのマックスプーリング、コンボリューショナルの、特性じゃないですけどを、用いたものにおいては、ゼイトっていう単語に対しても同様に若干ですけど、注視しているっていうことが分かりますと、このことから、その通常のそのセルフアテンションに対して、マックスプーリングを用いることでなんかより眼見か、分かんないですけど、ソフトな、予測ができるようになったんじゃないかみたいな考察をしていました。はい、まとめです。コンボリューショナルニューラルネットワークを用いた翻訳証というものを提案しています。で、各単語を予測するごとに、入力をもう一回何回も何回もその自己回帰のようにエンコードしているので、モデルそのものにアテンションのような機構がついており、眼見であるということが、述べられていますと。で、さらにその既存のモデルよりも少ないパラメーターで正答無字跡を達成したというふうに述べています。以上で発表を終わります。